ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、イギリス・スコットランドの理論物理学者である。性は、マックスウェルと表記されることもある。マイケル・ファラデーによる、電磁場理論をもとに、1864年に、マックスウェルの方程式を導いて、古典電磁気学を確立した。さらに電磁波の存在を理論的に、予想しその電波速度が、 光の速度と同じであること、及び横波であることを示した。これらの業績から、電磁気学の最も偉大な学者の一人とされる。また、土星の管や気体分子運動論、熱力学、統計力学などの研究でも知られている。マクスウェルは1831年6月13日に、スコットランドのエディンバラで、弁護士のジョン・クラークとフランシス・ケイの間に生まれた。 父のジョンは、マクスウェル家の持つ1800エーカーの広大な土地を、相続しており、それがある、スコットランド南西部のミドルビーでマクスウェルは、幼少期を過ごした。近くには、学校がなかったため母のフランシスが教師となったが8歳の時に、母がガンで亡くなり、以後は、相性の悪い家庭教師の下で2年間学んだ。1841年11月に10歳で、 エディンバラ中等学校に入学し、当初は鉛をからかわれたもののやがて早熟な才能を示した。14歳の時には書いた詩がエディンバラ通信に掲載され、その半年後には複数の焦点を用いた乱形線の定義とこれに基づいたピンと糸による病法を考え出し、論文として発表している。この業績はエディンバラ大学のジェームズ・フォーブスに認められ、 エディンバラ王立協会で発表された。1847年に16歳でエディンバラ大学に入学し、変更による男性ひずみの観察の研究などを行った。さらに1850年にケンブリッジ大学のピーターハウスカレッジに入学したが、翌学期から学内のトリニティカレッジに移った。なお、当時のケンブリッジには、 物理学者のジョージ・ガブリエル・ストークスや、ウィリアム・ヒューエルがいた。1854年に、数学の学位を2位の成績で取得して卒業している。この時1位だった数学者のラウスに負けた。悔しさからマクスウェルは、学内の数学のスミス賞を狙い、こちらは、ラウスと同時受賞となった。卒業後も、教授の資格を得るためにトリニティ・カレッジに残って、フェローとして、 研究や学生の指導を行い、1855年12月10日には、マイケル・ファラデーの提唱した、直力戦に関する論文を発表した。これが契機となって、後にファラデーとの間に交流が生まれている。1856年4月30日付で、トリニティ・カレッジの研究員となり、さらに同年10月15日に、故郷のスコットランドのアバディーンにある、マーシャル・カレッジで、 科学哲学の教授に就任した。なお、4月2日には、父、ジョンが亡くなった。この頃、ケンブリッジのアダムズ賞に取り組み、1857年度の課題だった土星の間の構造と安定性について1856年12月16日に論文を提出し、翌1857年5月30日に受賞した。この論文において安定して艦が、 存在し続けるためには、間は無数の粒子から構成されていなければならないとの結論を得ている。1858年2月には、マリシャルの学長の娘であるキャサリン・マリー・デュワーと結婚し、同年6月に披露宴を挙げている。1859年9月21日に発表した機体の動力学的理論の論文では、個々の粒子の速度分布は、 マックスウェル分布に従うことを示した。史上初のカラー写真1860年、マーシャルカレッジと近郊のキングスカレッジとの統合に、伴い教授の職を失った。マックスウェルは、グレンレア領の領主であり、所有地からの収入は、年間2000ポンドに上っており、収入の不安はなかったが、マックスウェルは、同年7月11日から、 ロンドンのキングスカレッジロンドンの自然哲学の教授職に就いた。1861年には光の三原色それぞれのフィルターをつけて撮影した三枚の写真を重ねることで史上初めてカラー写真の撮影に成功した。渦のように被写体はタータンリボンであり、この結果は同年5月17日に王立研究所で発表された。また、同年、 機体の分子運動論の論文を発表した。この論文では、エーテルの中で力戦に沿って整列した下流が敷き詰められ、その間に小さな歯車のような存在があって、噛み合っているという力学モデルを提案した。これは現実的ではないが、ここから正確なアンペールの法則が初めて導き出された。さらにエーテルを男性体として、電気、 磁気の力によって伝播する波の速度を求めたところ、高速度とほぼ一致することが明らかになった。すなわち光は横波であり、かつ電磁気と一体の現象として捉えられることが分かった。同年王立協会フェロー選出。これらを整理して下流を用いずに説明できる電磁場のモデルであるマクスウェルの方程式を導き、1864年に、 協会で発表した1864年にはマクスウェル・ベティの相反作用の定理に関係する論文も発表している。1865年4月にマクスウェルは論文執筆などで多忙のためキングスカレッジを退職した。同年秋に故郷のミドルビーに戻り、1867年の春から夏にかけては、 妻の天地療養も兼ねて、イタリアを訪れている。1868年には、論文の中で、電磁波という言葉を使用し、電気と磁気の相関に触れた。また1871年には著作の中で、クラウジウスが提唱した、熱力学、第二法則に疑問を投げかけ、マックスウェルの悪魔の思考実験を示した。マックスウェルは1865年以降スコットランドの、 自宅で研究を続けていたが、ケンブリッジ大学で実験物理学講座が開設されることになると、同大学からの賛成を受け、1871年3月8日に、ケンブリッジ大学で実験物理学の初代教授となった。ここでは、総長の第7代でエボンシャーコー。 ウィリアム・キャベンディッシュの基金によるキャベンディッシュ研究所設立に貢献し、1874年6月16日解消と同時に初代所長となった。またこの時、デボン・シャーコーから彼の親族にあたるヘンリー・キャベンディッシュの遺構を渡され、マクスウェルはこの実験を再現していき1879年には論文集を発行している。1877年には、 アダムズ賞の審査員となり、かつて同級生だったラウスがこれを受賞している。1879年下記に、ミドルビーに帰省した際に2年前から患った腹部の、がんが悪化し、ケンブリッジで治療を受けるも11月5日に制去した。アルベルト・アインシュタインは1920年代に、ケンブリッジ大学を訪問した際に、自分の業績は、 アイザック・ニュートンよりもマックス・ウェルに支えられたところが大きいと述べた。人物で語る、物理入門 P110 米沢富子岩波書店2005年11月18日、第1冊、人物で語る、物理入門 P112 米沢富子岩波書店2005年11月18日、第1冊、スコットランド文化辞典 P639 木村、正都氏。 中尾精子編原書房2006年11月3日、第1冊、人物で語る。物理入門 P114 米沢富子岩波書店2005年11月18日、第1冊、人物で語る。物理入門 P116 米沢富子岩波書店2005年11月18日、第1冊。スコットランド文化辞典 P639 木村、正都市。 中尾製紙編原書房2006年11月3日、第1冊、マックスウェル JC オンレシプラクル、フィギュアス&ダイアグラムズオブフォーセス、フィロスマグ26、250、261、マックスウェル JC オンレシプラクルフィギュアス。フレームス、ダイアグラムズオブフォーセス、アディンブロイソークプロック7、 162、二0 8ケンブリッジの天才科学者たち P21 小山啓太、新潮戦九1995年11月10日発行、ケンブリッジの天才科学者たち P22 から26、小山啓太新潮戦九1995年11月10日、発行、人物で語る。 物理入門 P140 根沢富子岩波書店2005年11月18日、第一冊マックスウェル本人の著作は著作権が切れており、オンライン上で多数見出すことができる。ありがとうございます。